竜が炎を吹いている。ペガス王優勝、我らを葬り去る竜か。おっと、ここを通すわけにはいかねえな。てめえの相手は今日片倉小十郎だぜ。この小十郎は夏に何度も現れておる。手足のように使うには賢い人間を選ばない。これは君のことだよ。どうだ、了解した。秀吉。